1分の間ね、なんだろう、一番最後のステージの一歩前、大型機と戦う時あるじゃないですか。あれわざと負けて、リトライしたらいけましたね。リトライして、もう向こう変身できないような状態にしてから、進めていくと速攻で倒せるんで、イージーだったら速攻で倒せるんで、この作戦は全然ありかな。もうちょっと早くしてたら30分ぐらいはいけたんじゃないかな。あとね、うまい具合にボムが拾えたらラッキーなんですけど、まあまあそんな拾えないですよね。うん、まあ、とりあえず、7分46秒ということで、自己ベストっていうか、まあ、記録は更新できましたので、はい、よかったかなと思います。